すごい。えーと、ペネーム、チョンピさんからいただきました。はい。えー、ナミカさん、カッペイさん、こんばんは。ばんばんは。えー、真夜中けラジオ、復活おめでとうございます。この間の真夜マでは、あ、真夜マって言うんだ。あ、真夜中生テレビのことか。そうそうそう。はい。みんな先輩で、ね、真夜中していく番組ですよ。えー、ブッキング中だったのでどうなるかと思いましたが、まさかこうなるとは。びっくりしましたが、パワーアップしてくれてとても嬉しいです。うん、えー、ところで、ニコ生の、えー、ダッツ、ダッツ。 脱脱のように、このラジオでも、なんか目標やスローガンはありますかえー、また、他の二方にはどんなラジオにしてほしいですか教えてください。あ、脱脱脱脱だ。そうなんです。脱脱脱っていうのを掲げたボードを作ったんですよ。ね、はいはい。そしたらいきなりチーチが脱いで入ってきたね。脱いてきて、あの、ボード割りやがった。<laughs> えらいよくやった。<laughs> もうそんななんで、うん、あれですけど、まあ、スローガンいいですね。スローガン、うんなんか 作りますかスローガンそうだスローガン隣に座らないちょっと的などうすんだよこの空気感なんで隣に座らないってもう意味わかんないでさっきのそうなんだよねだからラジオだから向かい合ってますからね <laughs> そうそうだから隣に座ってラジオやったら気持ち悪いでしょ<笑><笑>ものすごう密着してそ本のマイクだよ <laughs> そう試しにやってみるみういういうそうそうそう <laughs> あだから、うん、なんだろうなまあまあ、ま、社会派ですからねあえっとねスローガンはえっとじゃあね先生がねえっと毎回ね一つずつ漢字を覚える漢字テストをする必ず番組の最後に10問ミニテストを作ってもらって、うん、それを解く、うんうん、いやだからスローガンだってなんで課題になってんの おかしいでしょだ今年のスローガンは漢字のテストをするって意味があ、ね、だ漢字読めますよカッペンさんも読めないでしょだってよ読めるよ僕さっきから失礼なことばっかり言ってますねカッペンさんに読めるよ漢字 <laughs> えじゃあ,じゃあ台本手元にある台本で漢字テストするかい、えー、漢字テストするかいえー、っと今ここにペルソナの台本ありますけれどもねそう先生はねと書き読まいんですよね ときにこんなラジオある、うん、漢字テストするラジオえーっとあすごいペルソナの台本、うん、難しい漢字あんま書かれなくなってる先生 <laughs> 読めないから <laughs> いやいや違いますよこれ読めますかこの字えっとえあ惜しい。 ですね、これはこれはあぜんこういう感じでじゃあかりましたじゃあスローガンいいですよお互いも含めて漢字頑張ろうでいいじゃないですかじゃあそうしましょう漢字頑張ろう漢字意味わかんないそんなラジオおかしいと思いますけど番組のスローガンは「漢字頑張ろう」「漢字ろう。いろいろ頑張ろう」「いろいろ頑張ろう」「ペルソナシャドウ」ですね